マウリッツ、マウリッツ・ファン・ラッサウ、マウリッツ・ファン・ナッソウ、1567年11月13日から1625年4月23日は、オランダ総督、オラニエ公ウィレム一世の次男で、フィリップス・ウィレムの弟、フレデリック・ヘンドリックの兄、父の死後、スペインとの80年戦争において、中心的な役割を果たした。 死に望んで2プラス2は4であるということを自己の心情にしたほどの合理主義者であったとされる。また、自らの軍隊に徹底した訓練を行うとともに、そのマニュアル化を行った。これがヨーロッパ各国の軍隊に多大な影響を与えたことから、軍事革命とも評価される。1567年にドイツ西部のディレンブルクで生まれた。父はウィリム一世。 母アンナは、ザクセン,センテイコ公モーリッツの娘であった。母方の祖父の名を取って、マウリッツ、モーリッツと命名され、父方の叔父のナッサウイコールディレンブルクハクヨハン六世の元で育てられた。1584年の父の暗殺後、1585年に、コラント州とゼーラント州の総督となった。当初はイングランドから派遣されたレスター博。 ロバート・ダドリーがオランダを率いていたが、主導力不足から1587年にイングランドに帰国するとマウリッツがオランダを率いる立場に置かれ、1590年にユトレヒト州、ヘルダーラント州、オーファー・アイセル州総督も兼ねるようになった。戦争は、スペイン領ネーデルラント総督のパルマ公、アレッサンドロ・ファルネーゼがオランダの都市を奪い続けていたが、 1588年のアルマダの海戦でスペインが敗北すると翌1589年にスペインをフェリペ2世がフランスの内戦ユグノー戦争に介入してパルマ港をフランスへ出兵させたためその隙に都市奪還を図り1590年にブレダ1591年にデーフェンターズートフェン内名編を1592年に 1593年にを奪還して、オーファー・アイセル州、ヘルダーラント州、北ブラバント州を回復。1594年には、フロー人間州も取り戻して、オランダの領土を拡大し、1597年までに、再び北部7州をまとめ上げた。1596年には、イングランド・フランスとグリニチ条約を締結、2国からオランダの承認。 対スペイン同盟締結でオランダの地位を固めた。教養人でもあったマウリッツは古代ローマ帝国時代の軍事に関する文献を踏まえつつ、自らの軍隊に独自の教練を施して軍の強化に成功し、1597年の1600年ので勝利を重ね、80年戦争を優勢に進めた。しかし1603年から参戦したスペインの将軍、 アンブロジオ・スピノラが南部の都市を奪還して回り、1604年にグリニッチ同盟が解散し、スペインが国家破産を宣言するなど深刻な財政難に陥っていたスペイン・オランダ両国は次第に戦争を継続することが困難になり、1608年よりハーグで和平交渉が行われ、最終的には1609年にアントウェルペンで12年間の休戦協定が、 成立した。戦時中の1602年に、オランダ東インド会社が設立されて、オランダ人がアジアに進出、毛織物貿易が盛んに行われ、オランダは黄金時代を迎えることとなる、オランダ海上帝国。一方で、父が暗殺されたように、オランダ内部では絶えず清掃が続いていて、急戦協定は、ホラント州法律顧問のノが、承認層を代表して結んだが、 庶民派とマウリッツは協定に不満で両者は対立関係取った。宗教問題でもカルバン主義の予定説をどう解釈すべきかが政治問題に発展。オルデンバルネフェルトは予定説を柔軟に解釈すべきとする寛容派に属したが、マウリッツは厳格に解釈しようとする厳格派に肩入れした。1618年に開かれたドルトリヒト会議で厳格派が主流となり、 ドルと侵攻基準が採択され、1619年にオルデン・バルネフェルトを処刑してらの政権を維持した。1621年に停戦が終わるとスピノラと再戦、1624年にスペイン軍に包囲されたブレダを救援しようとしたが、翌1625年、決着がつく前にハーグで57歳で死去した。生涯独身を通し着手がなかったため、家督と地位は、 イボテイのフレデリック・ヘンドリックに受け継がれた。ただし、諸子にウィレム・ローデウェイクがおり、ローデウェイクの息子であるマゴ・ヘンドリックは、オランダ侵略戦争、大同盟戦争、スペイン継承戦争で従軍して、アウエルケルク教と名乗り、この家系は、ナッサウイ,イコール・アウエルケルク家として続いた。マウリッツが、いとこのナッサウイ,イコールジーゲイン・ハク・ヨハン7世。 オジヨハン6世の子ともに行った一連の軍事訓練は軍事革命とも評価される画期的なものであった。もちろん従来の軍隊にも軍事訓練はあったが、マウリッツはその訓練を非常に精緻なものとした。例えば銃を扱う際にもその動作を数十にまで細分化し掛け声に合わせて一斉に動作できるようにした。また更新の規則を定めることで 指令に従って軍団が迅速に人形を変えることを可能にした。こうした訓練は、非戦闘中の兵士の指揮を維持させることにもなった。また訓練を通じて、元来は、傭兵の寄せ集めでしかなかった軍隊の中に、ある種の連帯意識を形成させることにも寄与した。これらの訓練マニュアルは秘密裏にされず、書物として刊行された武器の操作、ひなわ銃、マスケット銃、 槍について、オラニエコマウリッツ閣下の命令によって表す、日本語を見役。そのため、諸外国がマウリッツの基本教練を参考にして、自国の軍隊を鍛え上げるようになった。さらにマウリッツは、パイク兵の邦人、テルシオによる、白兵戦が主流であった、当時のヨーロッパの陸戦を刷新し、不評、騎兵に砲兵を加えた、三兵戦術の基盤を築いた。 マウリッツが生きている間は、それでも名称スピノラ率いるスペイン軍との戦闘は五ブ五ブといったところであったが、彼の死後、オランダは当時ヨーロッパ最強の軍事大国であったスペインと80年戦争を乗り切って完全独立を果たすことができた。マウリッツはまた、将校を育成するための主観学校も創設した。この主観学校の卒業者の中には、後に、 バルト海一帯の覇権を握るスウェーデンをオグスタフニセイ、アドルフに仕える者も,もいた。スウェーデン軍の強化は、この卒業生の功績によるものも大きいと推測されている。このように、軍事史における、マウリッツの影響は、オランダ一国にとどまらず、ヨーロッパ全体に広まった。加えてマウリッツは、軍隊にシモン・ステビン、ジャック・アローム等の優れた数学者、技士などを招き、 新兵器の開発も進行した。1609年、慶長14年、日本、江戸幕府に進出した、オランダ東インド会社は、マウリッツを、オランダ、国王とする書簡を、ンプで、前将軍、大御所、徳川家康に提出し、主因上による公益を認められた。以後、オランダ東インド会社は、オランダ総督を、国王とするフィクションを維持することになる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。